原爆を開発し、その破壊力を確定するために科学者たちは膨大な計算をしなければならなかった。コンピューター、かっこデジタルと核兵器は共に第二次世界大戦の産物であり、どうのこうの。マジか。セーブ終わったらやっぱショーが変わったっぽくて、プラント編スタート。2年前のタンカー沈没事件を覚えているか。プラント編スタートです今。マンハッタン沖、うん、約30キロの地点で2年前タンカーがテロリストに沈められ大量の原油が流出した。この声は大佐じゃないか。すぐさま汚染海域一帯にオイルフェンスを敷設、その中に巨大海上除染施設を建造した、うん、ビッグシェルか。ビッグシェル。浄化作業はまだ終わっていないらしいな。え、ちょ待って。怖い怖い怖い。今では環境保護のシンボルとして世界に伝えられている。スネークって言わんかった？声が明らかに違うどころか、この声はよく知っている声なんだよ。今から6時間前、そのビッグシェルがテロリストに占拠された。どういう連中だ？中核はシリーズ内の対テロ訓練部隊デッドセルの元メンバーたちだ。ロシアの私兵部隊も参加しているらしい。高度に訓練された連中だ、はい、ビッグシェルは完全に制圧されている。これ間違いなく声ね、ジェシー・オイタンです。私が前別の実況でもすげえテンション上がってましたけども、フルハウスという海外ドラマにジェシー役を務めていた方ですよ、声優さん。おーおー、なんか全然そんなことに俺ムービーに今全然あれ言ってなかったわ。もうねジェシー・オイタンに聞いてもってて、この声優さんはね本当に奴らの要求は現金300億。300億だ。どうしてそんな大金を。当日ビッグシェルでは政府による視察が行われていた。人質を取られたのか。環境保護団体の VIP と我らの政府のとびっきりの要人をな。要人？誰だ？ジェームズ・ジョンソン。大統領。ジェームズ・ジョンソン。さらに要求が聞き入れられない場合、DJ やったらな、奴らはビッグシェルを爆破すると予告している。原油に火がつきマンハッタン湾が火の海になる、うん、いやそれでは済まない。海水の殺菌に使用している塩素系薬物と原油が炎上すれば、はあ、ダイオキシン類を含む大量の有毒物質が発生する。まずいね、ダイオキシン懐かしいな。生態系は全滅、向こう何百年にもわたって死の海になる。有史以来最悪の環境破壊となるだろう。ってことは、そうそう、主人公がね、あの違うっていうか2人いるっていうのを聞いてたんですよ。依頼する任務は2つ、うん、海上除染施設ビッグシェルに単身潜入し大統領と人質を救出すること、テロリストたちを武装解除することだ。そのためにはあらゆる手段を用いて構わない。もう一人の主人公ですね。スゴックが用意されてますよ。また我々と同時にシールのチーム展開作戦構造を行っている。僕スゴックはもう作れてる頃でしょう。合同作戦。いや、我々フォックスハウンドは隠密部隊だ。隠密部隊。彼らに我々の存在を知られてはならない。いいな。かしこまりました。14085、大佐。大佐です、これ。こちらスネーク。え？シェル1の A 脚内に潜入した。誰？状況はどうだ。幸い、ここには見張りはいないようだ。視界はどうだ。大佐じゃないか。プラント脚のライトが起動している。おかげでサーマルゴーグルは使わずに済む。はあ、何か問題は？オイルフェンスの切断面が真新しかった、うん、俺の他にも潜入を試みた奴がいる。なるほど。それは考えられん。どうせまた隠してんねやろ大佐。すでにビッグシェル上部に降下した。それとスネーク、今後の無線はコードネームを変更した。スネークって言われてる。やっぱりスネークでは何か問題が。まあな、君をこれからライデンという。おー、ライデン。ではライデン、潜入ミッションは変わりすぎやろ。なんでヘビから行かずってなってんの。わけわからん。 VR なら300ミッションはこなした。伝説の傭兵になった気分だ。それじゃあその部分は簡略化するぞ。くれぐれも見つからんようにな。何かあれば無線連絡をくれ。周波数は 140.85 だ。いつものやつですね。無線機を使いたいときはセレクトボタンを押す。 ありがとうゲーム的説明。こちらから呼び出す場合、いや連絡する場合はコールする。なんでいいな。コール音が鳴ったらセレクトボタンを押して。ゲーム的。自傷骨を直接振動させるものだ。敵には聞こえない。大佐なんか若返ってへんもんね。何かあれば鮮度する。なんで鮮度って言った。まずはビッグシェルの上部に出るんだ、うんうん、上部へはどうやって。そのエリアの奥に昇降機がある。昇降機、はい、それを使え。え、これもしかしてなんかワンと一緒じゃない。
今回のスニーキングスーツは光ファイバーを使った電気防石技術を使っている。はい。質感はゴムに近いが、さまざまな有毒化学物質を遮断する素材で作られている。素晴らしい。そしてスーツ内には各種センサーも埋め込まれている。軍で研究中のスマートスキンだ。各部位のダメージや出血量が血中のナノマシンと相互に情報交換され、フィードバックされる仕組みになっている。内臓が圧迫されてるが。心配するな。体内の各臓器を圧縮して機能促進と保護を図っているのだ。フォックスハウンド部隊ではスカルスーツと呼んでいる。スカルスーツ。スカルスーツ。ドクロスーツか。なんで言い返すね。わけわからへんわ。なんでこう日本語に変えてさっき英語にしたのにな。鮮度とか言ってたくせに。ライデン。丸いハンドルのついたハッチが昇降機エリアへの入り口だ。はい。まずはそれを探してくれ。オッケー。丸いハンドルのついたハンドル。ミッションに入る。ミッション。いいことになる。どっちかはっきりせよ。なあ。外国かぶれなんか、なんかその辺はっきりしようぜ、ライデンよ。お、ライデン。おお、これね。んで、装備なんかある？装備は今んとこ、まだなし。オッケー。スコープは持ってますね。あ、ほんで生体センサー持ってますな。これは双眼鏡ですね。ちょっと見にくいかな、ライデン。んで、これね。これつけとくか、なんかしらけど。気持ち悪いなあ。こういうねー、リアリティ求めたくないな。うわー、ちょっと待って、ごめん。ごめんごめんごめん。ごめんな、今のは本当に皆さんごめんなさい。うわー。めっちゃ嫌なんすよ、僕、この虫。ごめんなさいね、今のはマジで。はい、レーション。何してん。違う。そうじゃないやろ、ライデン。あ、それでちょっとまとめましょうか。あのね、ライデンさんの声は、堀内さんって方ですね。堀内さんやな、確か名前ね。で、昔のね、海外ドラマシリーズフルハウスってあったんですけども、それのジェシー・オイタンっていうね、キャラクターがいて、その人の声を当てている方ですね、堀内さんはね。はい、そんな感じです。めちゃめちゃかっこいい。じゃあ、その人と、堀内さんと、大塚さんのコンビってこと？これ。ごめん、ちょっとこっち行きたくないけど、こっち行くな。うわー、むけちゃいな。もうやめてくれよ。こういうのはあかんて。あかへんらしいわ。なあ、なんか最近のゲームでもないけど、なんかこの虫ね、よくホラーゲームで使うやん。うわー、なになになに？あ、なんかおるぞ。やめてほしいよな。それな。虫。なね、どうした。なや、お前は。思考。おお、電話、ちょっとやばいよ、入れないよ、どうするよ、みたいな感じか。マイさん、敵兵を1名確認。はいはいはい。AN94 にマカロフ。マカロフ。グレネード。ロシア製の装備だ。ロシア製？モルルコビッチ大佐の部隊だろ。モルルコビッチ？モルルコビッチ死んでんな。4年前のシャドウ摩擦事件の際、テロリストと合流しようとしたロシアの私兵部隊だ。はい。なぜ彼らがこのテロに加わってる？え、死んでない？テロリストたちとの何らかの取引があったに違いない。もはや彼らは国なき傭兵部隊と化している。なるほどね。オッケー、分かった。で、マップが出ない？マップ出ないぞ。ちょ、大丈夫これ。あ、ちょ、危ねえ。こうね。あ、いないわ。マップ出えへんな。なんでやろ。知らんとこやから電とかそんなんやったっけ。お、なんかムービー来ましたよ、ほんで。じゃあ行ってからの。おお、結構いるんちゃうこれ。あ、昇降機なんかドサってなった。えっ、なに。あースネーク、本物です。やはり俺の他に誰か侵入者がいる。ありえないことだ大佐。単独のようだ。隠してるな大佐。素性は分からんが、ここの見張りをすべて片付けてくれたようだ。みんな気を失ってる。かなりのタフガイだ。タフガイ。調査が必要だな。しかし、敵が無力化されているのはとりあえず好都合だ。今のうちにことを進めるとしよう。オッケー。昇降機の前に端末がある。ノードと呼ばれるものだ。はい。ノードだって？ノードだ。なるほど。ノードか。ノードを使えば、ビッグシェル内の作業支援コンピューターネットワークに接続できる。何ができるの？ビッグシェルのマップが参照できる。お、ナイスナイス。そしてそのデータによってソリトンレーダーが使用可能になる。ソリトンレーダー？
VR 訓練で重宝したレーダーだな、うんうんうん、人間の生体反応に起因する電磁場を活用して判定を行うシステムだ。それらを GPS や各隊員から収集されるエリア測定値により誤差を修正したマップ上に投影する。この膨大なデジタル処理を行うためにもノードによるマップ情報のダウンロードが必要なのだ。ノードだって？ノードは1メートルくらいの高さの青い端末だ。各エリアに最低1台は。なるほど。接続するにはどうすればいい？アクションボタンやろ。ノードの前でアクションボタンを押すだけだ。はい。あとは君の体内のナノマシンが自動でセキュリティを破りノードを使用可能にしてくれる。もう素晴らしい。敵兵たちが目覚める前にアクセスを完了しろ。了解。敵に発見されるとアクセスは一時的にできなくなる。なんかこれはステージ制みたいな、なんか説明やったやんな、聞く限りな。そやな、このまさに VR 訓練をもう一度やるみたいな感じやな。え、これ全然敵見えへんやん。とりあえず気絶してるからもう行っていいかな。でアクションボタンを押すと。いやー、ライデン結構可愛いキャラになってきたね。これ一気に勝手にやってくれるから安心してな。あー、勝手にやってくれんかったな。どうしたん、大丈夫？あ、それで OKOK 出てますわ。右下見て、 OK 出てます。コードネーム？え、これなんかね、この VR 訓練的なやつでもね、なんていう、練習モードみたいなんでも出たんすよ、これ。で、名前入れてって言われたから、ちょっとじゃあ、心リンクって入れてみようか。え、違う？これもしかして。こう、おうおう。この順番やめてほしいよな。ここ C になっちゃったな。ここ、ローやから、R、R。この並びやめてくれんかな。めっちゃ見つけにくい。あ、おうおう。リンク。OK。私ね、心リンクゲームズの、ベイ君と言います。ちょっと間違ってますね。N が抜けてますね。心リンクゲームズのベイ君です。ね、Twitter もやってるんでね、ぜひぜひ、フォローお願いします。チャンネル登録もぜひお願いします。心リンク。はい。バースデーは、バースデー7月11日ですね、私。セブンイレブンと覚えてください。ジャパンです。私ね、生粋の日本人。いける？何？血？おお、なんかオプション出てきてんけど。主観は、主観ね、ノーマルで実はいけることが判明したんで、ノーマルでいこう。で、タイトルに戻る？何これ？わけわからん。どうしたタイトルに戻ったら罠やったよな。電話来た。ノードにアクセスできたよ。はい、できました。これでレーダーが使える。VR 訓練を思い出せ。うむ。物は同じだ。地形と敵兵の位置が表示される。なんか今までのシュートリアルがライデン、君の位置だ、そして赤い光点が敵の位置、青い円錐が敵の視界、ソリトンレーダーは気象には影響されないが敵に発見されると使えなくなる。簡単に妨害されてしまうのだ。ソリトンレーダーはもはや既存技術だ。それと音響共鳴の強い空間でも使えないから注意しろ。ビッグシェル全体の構造マップはスタートボタンでいつでも閲覧が可能だ。スタートボタンでいつでも。潜入データの記録は？西部には専用回線を設けて専用のアナリストもな。来たぞみんな。ジャック大丈夫？誰？ジャック聞こえる？誰？ローズ。どうして君が？誰や？なぜ君がそこにいる？ジャック、私も作戦に参加するの。ねえ、清楚系来てもらったぞ。ライデン、彼女には今回のデータ記録とサポートを担当した。あれ、メイリンちゃん。本作戦に従事する予定だったフォックスハウンド部隊のオペレーターが事故に遭い参加できなくなった。ほう。それで急遽ローズマリー君が選ばれた。ローズマリー、事故？メイリンちゃんじゃなくて？彼女は君を誰よりも知っている。あ、ナオミのことか。確かに軍人だが内勤のデータアナリストに過ぎない。大丈夫だ、うちの専門スタッフがオペレートする。ちょっとよくわからんけど、一線サポートなんて無理だ、できっこない。彼女をこの作戦に参加させたのにはそれなりの理由がある。はい、大佐、俺には理解できない。私は君の VR 訓練の成績ならよく知っている。しかしそれ以上のことはわからない。シャドウモセスのことは知っているな。シャドウモセス、事件の VR も体験した。
あの事件で立証された兵士の士気を持続させる要素を。俺は軍人として訓練されてきた。己の感情には左右されない。結構今感情的やで。本作戦に失敗は許されんのだ。ジャスク、いい、うん、私は最後まであなたに付き合う。綺麗系来ちゃったね、ローズマリーを。あなたが心配だから。ただし条件がある、大佐。急に条件がある。私はこの作戦の成分を行う。でも私は作戦の一部じゃない。はいはいはい。ジャックを案じる普通の女。だからそれ以外は大佐たちの強制は受けない。私にとって彼は恋人、ジャックでしかない、うんうんうん、彼の安否が最優先だから、大佐との交信内容も傍聴する、うんうんうん、いえ記録する。なるほどなるほど、分かった。好きにするがいい。考えようによってはこの方がいいかも。何も知らされず待つだけなんて辛いだけだもん。一つだけいいか。何？彼の名はライデンだ。作戦遂行中はコードネームで呼んでくれ、うん、それは確かに、ね、分かったわ、うん、そこは前ちょっと彼女やからって。ライデン、潜入データを記録したいときは私に連絡して。周波数は 140.96。 オタコン、セーブ用の専用回線。オタコン間違って出てこへん、大丈夫？今周波数を変えたわ、うんうん、ジャック、なんだ？ジャックって言うなっつってるやろ。何か知ってる？4月30日。いや、この雨。本当に？いや、急に女になりやがった。その答えを聞くまでは頑張るわ。それじゃあジャック、頑張ってね。だからジャックって言うなって言われたやん、さっき大佐にさ。あ、やばいやばいやばい。やばいやばい。ちょい。とりあえずじゃあ、彼女に電話。あ、一回大佐に電話しましょうか。もうなんかめっちゃ面白いねんけど。はい、大佐、いきなりジャックって言ってましたよ、ローズ。ノードに接続すれば、そのエリアのレーダーと全体マップが利用できるようになる。たまに言葉継ぎはぎになるよね、このゲーム。さまざまな機能が利用できる。君の好みに合わせて設定を変える。なるほど、それになったんか、さっきのは。了解了解。ほんで、この彼女、なんかわからんけど、彼女が笑いを。電話しましょうか。何？ジャック。だからジャックって言わんといて。とりあえずセーブしますね。面白いわ。頑張って。え、そんだけ？そんだけやった。うせやろうせやろ。これ来んの？来た。この辺ちょっと調べていい？ああマジかー。今起きたね。明らかに大佐。気絶していた敵が目を覚ましたとき。気をつけてジャック。だジャックって言わんといて。証拠を到着するまでどこかに身を隠すんだ。絶対に見つかるな。めっちゃ面白い。なんやこの女。この女相当やぞ。敵から攻撃を受けた。はいはいはい。強化しろ。そう。相当やな。あ、これこの位置まずかったかな。くんぞ。こっちくんぞ。大丈夫やな。で、よし来た。証拠聞きましたよ。こっから簡単や。今までチュートリアやったから、こっから難しなんのかな。今までスネークチュートリアル、それにしても難しかったよな。わあ難しいわ。あー難しいわこれ。あ、いける。イエーイイエーイ。しよしいいやないか、メイ君。今ね、どうしてもちょっと後ろから首絞めやってみたかってんけど、ちょっと怖かったんからやめておきましたよ。あんのかな、この雷電にも首絞め。ちょっと四角ボタンはまだ押してなかったから。さあ、そして顔が見れる。はい、来た。ロリストたちは三蔵ブリバティ。三蔵ブリバティ。うん、そうだ。なんかかっこいいな。リーダーのターミネーターのソリッドスネーク来たよ。え、ソリッドスネーク。あ、そうですよ、ソリッドスネーク。シャドウモセスを。あ、来た来た。コードネームを変えたのはそれが理由か。うん、そうだが、彼であれはずかっこよすぎやろ。スネークは2年前のタンカー沈没事件で死んでいる、うん、自分が沈めたタンカーとともに。もうやっぱ堀内さん、そう生きていたのか。それはありえない。あ、やっぱソリッドスネークせ。ソリッドスネークはあっちや、あっちや、大塚さんの方や。生きてんもんな、あっちはな、悪者は。大佐、うん、ビッグシェルの屋上に出た。かっこいいな。敵は見当たらないが見通しが良すぎる。夜間潜入の訓練しかしていなかったな。ノードにアクセスするまでは警戒していくしかない、うんうん、突入部隊はどうなった。
シール10は B 客 C 客に降下した、はいはいはい、大統領は B 客で発見されたらしい。 B 客 B 客。ビッグシェルはシェル1とシェル2の2つのユニットからなり、はい、それぞれのユニットは中央棟とそれを囲む6つの脚部で構成されている、うん、六角形を2つつなげた形をしているということか。ほうほうそうだ。ほうほうほう。そして今君がいるのがシェル1の A 脚屋上だ。 A 脚屋上いますな。ライデン右上らへんにポツンといましたよ。まずはノードを探してみろ。ノードで、ね、ノードにアクセスすればわかる。了解。まずノードを見つけないと話にならんっていう感じなんですかね。言ってしまえば。でも敵おるよね。おる。ハット。ゲット MQ ファースト。ゲット MQ ファースト。あ、先に、え、どうしたどうしたどうしたん滑ったか。訓練だけしかやってなかったんやろ君。なんていうかこう、エリート系やな。実地訓練は、実地訓練とか、訓練しかやったことないとかね。これ確かね、何やったっけ、練習モードみたいなんで、はいはい、電話。練習モードみたいなんで、このステージ、ちょっとだけ見たんですよね。ライデン、はい、そこの金網をよく見ろ。そう。捕服すればくぐり抜けられるんじゃないか。そうね、ここ抜けれるの俺知ってたんや。だから今な、捕服ボタンを押してしゃがんでから進みたい方向に左スティックを倒せばいいゲーム的説明。もう一度捕服ボタンを押せば立ち上がることができる。 OK。 VR 訓練の時とは違って捕服している間も武器による攻撃が可能だ。おー、なるほど。忘れるな、その武器がないんすよ。ゲット MQ さっきやから一応もうちょっとだけ探してみていい。この辺あるかもしれんのでな。ないかな、やっぱりね。うん。そうやね、ない、ということでよろしいでしょうか。はい、では。おお、かっこいい。めっちゃかっこいいねんけど、こいつ。見て。すげえ。速報宙返りやったっけ、これ。な、かっこいいね。まあいいや。おお、いいね。はい。はい、電話。操作させて、もうちょっと俺に。はい、大佐。ライデン。はい、シールチーム10が突入を開始した。フォックスハウンドとシールのコンセンサスは本当にないのか。コンセンサス、先方は我々のことを何も知らない、うん、我々は隠密組織だ。任務も機密事項。君の潜入を知る者はごく少数だ、うんうん、今回の作戦はペンタゴンが直接指揮を執っている。国家安全保障決定命令も副大統領と国防省長官によって行われた、うん、君の任務は極秘だが正規の手続きに基づいているんだ。心配するな。なるほど。とりあえずはまあ好き勝手やってこいってことやな。 OK。 さあ、ノードをとにかく見つけないといけないんですよ私はね。今ノードかわいいな。来店よ。お、いるか。いるね。屋上の方を見てくる。あー、見といて。了解。あ、違う方向から行くんや。かっこいいな。いらんと思うけどな今の。お、ノード発見です。ノード発見、優しいこのゲーム。電話操作したい俺、早く操作させて。ノードを発見したが敵が陣取っていて近づけた。いちいち電話すんな君。音を立ててみろ。どうやって。どうやってって分かるやろ。分かった。指示待ち症候群すぎひんか君、さすがに。ん？こういうことで。オッケー。もしかしてこれ、あ、うん、もしかしてこいつ首絞めないかもしれんと。ライデン、あれ Y って普通に押したら何もならんかったっけ。まあいいや、とりあえず、あ、そうそう、これね、いつものやつやって、んで、イグジットしたらいいかな。 OK、 来ました、来た。ピピピー、バイ、コンテイで首絞めあるかな。やばい。どうする。おお、こいつ結構できるね。こっち行くか。どこ行ったんやろ、ほんで。ここはもう自由時間来てんのかな、今。とりあえず B 客行ったらいいんよね。で、スタートボタン。おお、はい。操作させてくれ。ほんまチュートリアルやな、今。最初これをやった、欲しかったな。気をつけろ。それはサイファー。
無人偵察機の一種だ。 UFA 見つかると敵を呼ばれるぞ。注意しろ。何なんか持てぞ。だがチャフを使って電子妨害を行えば無力化できる。 OK。 チャフを探せ。チャフを探します。雷電あるいはエンジンがカメラ部分を破壊するんだ。武装したタイプもあるかもしれん。エンジンカメラ部分を破壊。了解。どっちにしても銃がいいんだよな。今シール店突入部隊の無線を傍受した。傍受した方で。傍受だ。もう一度言うが、彼らは我々の存在を知らない、うん、盗み聞きってわけか。そっちへつなぐ。こちらアルファゼロ、大統領を確保。無事です。パッケージは海軍大佐ともども保護しました。パッケージ楽勝でした。あー死ぬねこれ。脱出してくれ。了解。ほらフラグ立てたあかんやろ。大統領守れ。アルファゼロ、こちらアルファゼロ、敵と遭遇。敵って誰？バカ、あれが。あれが。どうしたアルファゼロ。オールアルファ応答せよ。ライデン、大統領の身が危ない。 B 客に急いでくれ。あれがって言ったよな。ってことは獣とかもしくはゲノム兵来た。 B 客って言ってたっけ。めっちゃ遠くない？あれこれじゃいけん。お B この辺にあるんちゃう。あるやんあるやん。 B A A でも B 客変電室。あじゃあ全然あかんとこ来てるやん俺ここな。左行った方がいいってことやんね。 OK 分かった分かった。じゃあここちょっと無視して、あいつがいたところを左行ったらいいかな。でんでんでん。ああ危ない危ない危ない。こいつどこに来たっけ。でんでんでん。大丈夫か。よしよしよし。シャッ。かっこやろ。シャッ。かっこやろ。でんでんでん。シャッ。イエーイ。楽しい。これ絶対スネークの時より簡単やねんけど。スネークの時めっちゃ難しかったよな。あ、でも結局ここはチャフって言われる？あ、ここは人ですわ。ここは人。またまた相談するか。お前ほんまなんか現場知らずのエリートやな。ライデン気をつけろ、うん、連絡橋の中央に見張りがいる。そのまま進めば発見されるぞ。はいはい、どうすれば。エルードを使うんだ。エルード。腰くらいの高さの手すりに向かってアクションボタンを押すと、うん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 、手すりを乗り越えて向こう側にぶら下がることができる。そのまま移動すれば敵に見つからずに進めるはずだ。これマジチュートリアルやねんけど。やってみる。グリップゲージを忘れてみる。僕エルードしている間時間とともに減っていく。そうゲージがなくなると落下してしまうぞ。どう考えてもスネークの話こっちより後にせなあかんよね。難しすぎたよなスネーク。でんでんでん。違うこうねこうね。んで、あの奥のやつはどうなった？ああ、いるねいるね。あれ、こいつどうなってる？イエーイ！いないよ。いないよいないよ。よしよしよし。これは結構良かったんちゃうか、逆に。お、逆に良かったんちゃうこれマジで。あいつ帰ってくるかな？すげえ、グリップめっちゃ長い。スネークそんなグリップ力なかったのにな。やっぱあれかな。ビッグボスのあれを使ってたからね、細胞を使ってたからちょっと年老いてたんかな。よしこれでいけるやろ。これ B やろ。うん、 B 脚 B 脚ついたついた。でんでんでん。つくつたすたすくた。ああまたまた相談相談。お父さんに相談しよう。お違う。おえ、あ先生あれがって言ってたやろ。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録をすると更新情報を逃さずチェックできます。スマホの方は画面下の動画説明欄からどうぞ。またツイッターでも更新情報をつぶやいてますので、ぜひぜひそちらのフォローもお願いします。それではまた、バイバーイ。